こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ホビドアです。今回はこちら苦手テールデモ版をプレイしていきたいと思います。右下や左下にね、ちょっと日本の漢字じゃねえなみたいなのが表示されてますが、日本の作品ではありません。今作日本語化一応されているのですが、ところどころまだデモ版ということもあって、中国語になっています。今作苦手テール、僕異世界が苦手だよということで主人公異世界に飛ばされるのかな。今作見下ろし型視点のローグライクアクション RPG となっています。動画などをトレーラーとかを見た感じではかなり面白そうな作品だったのですが、ちょっとやってみたいと思います。あくまでねデモ版なのでバグとかがある可能性があります。ご了承ください。はい、初めからキャラクターなかなか可愛らしい感じだったんだけど、よかった、やっと気がついたわ。結構意識を失ってたよ。大丈夫？大丈夫だと思うけど、ちょっと頭が。ってお前何なんだ。私マヨっていうの。調理人だよ。君はマヨっていうんだ。僕はロイ。待って、その服お前らの食堂。創業人形を調理服にするの？創業人、商業人形なんだ。食堂人形、何を言ってんの？頭大丈夫かな？ちょっと体を動かしてみて。あまりひどい怪我じゃないようだね。ほら立ってみて、支えてあげるから。やった。じゃあロイは少し周りで体を動かしてみてね。私何か食べ物作ってあげるから。ローリングがある。周り赤く光ってるけど、あれかダメージ入ってるからってことかな。ここまで。うん、ちょっとだけゴブリンと違うけど体がちゃんと動けるようだね。安心したわ。さあおいで。美味しいもの作ったよ。食べると回復？うん、そういうことね。マヨの食べ物の実績を解除した。これデモ版なのに実績あるんだ。すごいな。全部食べてくれたの？どうやら今回はうまくいったみたい。次はお得意なオムライスを作ってあげよう。そうだ、ロイと一緒にぶつかってきたあのでかいのはロイのお友達？運ぼうとしたけどどうしても反応がなかったから、しようがなく階段の下にほっといたの。あれ大丈夫だよね？何のことだ？待って。水道に戻る。ここが拠点水道なのか。そういうことか。これ、ラミアかと思ったけど、スキュラか。この子。ラミアじゃない。ごめん。なんていうかな。別の生き物だと思ったんだけど、スキュラーだっけ？タコの足があるのは。別の名称あったような。ローリング、ダッシュとかは特にないのか。やっぱりバラバラになっちまったか。まあこれぐらいなら平気、すぐ踏み立てるから。なんだか足りない気が。前輪はどこ？プロペラとエンジンも。ああ、これじゃ直せないよ。あの左の方にある飛行機ですね。飛行機だったのかな。タク、まず他に何か使えるものを探さないと。そうだ、あのタコ、いやマヨっていう人に聞いてみようか。調べる。お？武器かな？これか。なるほど。使用制限があるわけではないんだ。4つまで武器とか行動が取れるってことか。いやー、来ないで助けて。隣接武器。あ、ゴブリンか。やばい時に来ちゃったな。僕は頭を振って。いや、今こんなことを考えてる場合じゃない。早く助けてやらないと。あれはゴブリン。確かにさっき言ってた。ってなんだこれ。仮面武道会？それともコスプレ？ん？何、ゴブリンがない世界から来たの？あ、攻撃爽快だな。レンジで攻撃してる主人公。ありがとう。ゴブリンなんて大嫌いだわ。ロイがいてくれて本当によかった。やはり情けは人のためにならずってね。まさかさっきのゴブリンはステレオの投影とかできたものか？的なものか？でも倒した実感が。ステレオ？どうしたの？急にぼーっとしちゃって。やはり激しい動きはまだ無理かな。美味しいものでももっと作ってあげようか。ぜひ。もう大丈夫。それよりここはどこだ？なんでそんな変な格好をしてるの？ごめん、別に悪気が。ところで僕が落ちた後で誰か僕の飛行機に近づいてたか？結構部品がなくなったから直そうにも直せない。飛行機ってロイと一緒に落ちてきたでかいもののことなの？飛んでいった火玉のことならもう城の各地に落ちたと思うけど、あの時空から結構多くの火球が落ちてきたの。中で一番大きいのはロイとロイの装置だわ。いけない、早く探さないと。誰かに触られ徹底的に壊れたら本当におしまいだ。あのゴブリンたちにバレたらきっと捕まるよ。じゃあこれならどう？ロウの部品を探してあげてくれないか。友達お願いしてみるから、ここで待ってて。それならいつまで待ってたらいい。でもまさか外の人に対してあんなに嫌がるだなんて。じゃあ僕は先に様子を見に行ってくる。
なるべくあいつらと接触しないようにしたらいいんだね。出口ってどこ？ここか？階段に沿って上がるとすぐそこよ。急がなくていいって。絶対気をつけてね。パトロールはとてもすごい。すごいなの？うん。その中に魔法を使えるゴブリンもいるから、撃たれるととても痛いわよ。魔法？主人公、魔法のない世界とかから来たみたいだけど、いわゆる私たちの現実世界とはまた違う？でかいタコいるんだけど、大丈夫こいつ。友達なのかな？アルパカみたいに追われてるな、ロード画面。ああ、普通に戦闘パートあるね。え、いいの？あの子なんでこっちに追いやったの、主人公。ケーキ。回復だよね、多分。あ、右下に出た、でも。これ、ローグ系作品だけど、アンロック要素とかはあるのかな？ちょっとなんともね、そこら辺。まだわからないので。よっと。ちょっと試しに撃ってるんだけど。遠距離でも強いな。当然ね、何度も攻撃する爽快感はないけれど。うん、ライヤー。さて、これは何に使用するんだろうか。色があったね、扉の上。重視ビル、ダンス。なるほど。銃撃ってくるやつ先に始末したいところ。おっと。序盤からちょっと強くない？序盤からちょっと強くない？左行った方が良かったのかな？ちょっと強いな。なるほど。ケーキは何なんだ？本当に。何かのアンロックに使用される？あ、引き継ぐんだ。お金以外。やっと帰った。もうあんな無様に走り出したから、無謀に。心配だったよ。大丈夫。怪我とかしてない。大丈夫ね。そうだ、ロイが行った後で友達に連絡してみたの。ロイの話をするとみんなは必ず手伝ってくれるって言ったよ。これはドロシーがシスターから習った特別な方法よ。これでロイも私たちの力も使えるようになるわよ。シスターのって祝福の術？ええ、知ってたの？ドロシーはね、ロイが私たちの祝福を受けたら戦いの時にいろんな加護効果が出るよ。攻撃力も安全性大幅に上がるわよ。ちょっとロイから甘い匂いがするわ。何か美味しいものを見つけたの？ケーキね。身分の高い魔物様たちしか食べられない魔法のケーキなのよ。下級魔物の私たちは食べるところが見るだけで本当に私にくれるの？うん、あげるんだ。ちょっと役に立ってる方思いついたらちょっと待ってね。ケーキあげると何かトレードでくれるってことかな？魔法のルツボの余熟は完了だわ。あとは、余熱ね。ごめん。あとは魔法の結晶を入れて特製の調和方法を使えば、調理だよね。ほら、その中に住んだ魔力を簡単に輸出できるわ。OK。ルツボね。これは？ああ、さっき入手してなかったってことか。ああ、スキルツリーですね。始まりの時に1個の魔核が祝福を用意され、中から1つを選べる。ああ、なるほど、なるほど。ランダムで1つ出るのね。接近性の祝福のレベルが1段階上がるたび、HP の最大値が増加する 2%。ちょっと日本語おかしいよね。ちょっと日本語おかしいけど。あ、こちらにもいっぱいありますね。魔物の必殺技を使うと 15% のエネルギーを回復する。魔物の必殺技。魔物の必殺技の レベルは2段階上昇する。なるほど。まだちょっと何のことだか分からないですね。接近性の祝福のレベル 10% の確率で1段階上がる。どういうことだ？遠距離性の祝福のレベル 10% の確率で1段階上がる。始めの時に1個の装置がアンロックされ、中から1個を選べる。装置。始まりの時に40の金を取得する。始まりの時に HP の最大値を50増加する。あ、これいいね。あれ？これとこれ、違うんだ。接近性の祝福のレベル1段階上がると HP の最大値が2増加する。あ、ごめん。接近性の祝福のレベルっていう別のものがあるんだ。なるほど、なるほど。これは50そのまま増加するってことね。あ、OK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 。わかった。理解した。取得した魔物の結晶数はプラス5増加する。魔物の結晶ってこれかな？ 1 個は6色。で、40になる。OK。で、これでね、魔核がちょっと気になるので、序盤にランダムで出るね。魔核取得するときにランダムに持っている祝福のレベルを1段階上昇させる。これ強力そうだな。魔核を1つ持つたびダメージが増加する。うん、これもいいね。そうそう。全部一応20なんだ、初回。これ違うと部屋で1回だけダメージを無効化する。各部屋で1回ってこと？強力だね。その前のものを全て1個ずつ取らないといけない。トラップへのダメージが 50% 低下。最後強力だね。
エリートモンスターとボスに対するダメージが 30% を増加する。これデモ版でも結構使えるんじゃない、使えるじゃない、遊べるんじゃない。魔王の結晶を見つけたら持って帰ってね、マヨ調理してあげる。 OK、 魔王の結晶ってやっぱあれでいいんだ。あー、ケーキは、ケーキ今あげられないのかな。悪いからケーキあげたいんだけど、欲しいって言ってたもんね。三井じゃん。ここ後で鍛冶師とか武器強化とか武器のアンロックとか可能になりそうだね。今回アンロックしたばっかりだから、あのランダムなやつが出なかったっぽい。あ、これか、ここで出るのか、なるほど。お、なんだこの子は。相手は黙ったまま君の動きを模倣していて変に見える。なんだって。レジェンドってあるな、影隠し、影のような状態になり危害を受けないようにする。おお、影パルス。で、これにしよう。これ B ボタンかな。あと、どうやってやるんだ。選んだけど、あ、回避がそのままこれになるのか。なるほど、回避強化だったんだね。回避っぽい感じだったけど、てっきり技になるのかなって思ったんだけど、そんなことはないようだ。よう、白いはずのゴブリン、マヨの匂いがする。そうだ、マヨの言った人間なのね。まさかこんな坊やのためにマヨが私に助け求めるなんて、どういう関係か説明しなさい。おお、あ、魔物、魔物喋っている。もしかしてマヨの友達か。お互いの命を救い合った関係って感じとか。なんだって、命を救い合った関係だと。坊や、いいものを見せるわ。これは前にマヨが連絡してきた時についでに作った魔覚だわ。武器の改造に使ったらより強い攻撃ができるよ。まあとりあえず受け取ってちょうだい。もしかして焼き餅？なんで僕にこんなものを渡すの。マスカ、あ、ありがとう。じゃあ僕はこれでゆっくり。そうだ、この魔覚の力に時間制限があるの。あなたが下水道に戻るまで限界だと思うわ。あ、この周回だけってことね。でもここに来るとき、あのバカ鳥を見かけて、それを避けるために随分こんなものを捨てたの。じゃあ見つけたら持って帰るよな。帰るよ。あー、まあ使えってことね。あー、取り替えられるんだ。やっぱり回避をすると足が警戒した地面に炎がつき、それに触れた敵にダメージを与える。通過した場所とかでいいんじゃないかな。すぐ近接戦の近接攻撃にダメージが増加する。打撃された敵は火傷状態になり、傷効果は3段階まで追加できる。 OK、 武器のダメージ増加する。銃武器のダメージ増加する。いいね、これで確定する。 OK、 祝福を見る。高速回避、武器を強化して敵を打撃して3秒以内で移動速度を増加させる。あ、こちらのね、投げるレンチ、トルネードコンボ、特殊長押しする。近接部分は魔法の効果発動できるようになる。なるほどなるほど。ロボット直してると高速で回転し、金銭的にダメージが。あ、これ知ってる。見たことあるやつ。これね。でも、普通の攻撃がこれになっただけだ。いや、別にいいんだけど。連続でヒットするんだったら、さっきのやつと相性がいいかな。あ、ただ、ダメージ量がすごい減ってる。ダメージ量がすごい減ってるね。ちょっと待って。SE 高い。あ、SE 調整できる？できる？できるよね。SE ちょこっと高い。うん。だってここら辺設定できるのいいな。これタタタタって当たった時の SE がちょっと高かったから。これ、ミスったな。ここまで攻撃力下がると思わなかった。部屋をクリアすると、部屋を完全にクリアすると次の場所が表示されるんだな。次の場所じゃない、あのクリスタルが出るんだね。仕様的にロックオンとかはない感じか。うん、これはミスったね。この回転攻撃はあんまりよろしくない。本当にその先ほどの火傷のダメージでコンボを狙うとかじゃなければやめた方がいいかな。朝、うん、回避ショット釣り替えるだよね。ハント、罪ごとに身の近くにいる敵を自動的にロックオンし、ジンバの矢を召喚してロックオンした敵を撃つ。ロックオンできる範囲300。あ、これ良さそう。
遠距離攻撃のダメージが増加し敵をロックオンする。あ、そんなのもあるのか。面白いですね、自動ロックオンか。これ持っているバフ、こんな感じで、セレクトボタンで見ることが可能なんだけど、マップというか画面内に表示でもよかった気がするかな。あ、これ小2かな。ドキさんを使ってシェロとして3枚よこせとか。ああ、こいつか。あ、かわいいかわいい。ちょっと読み飛ばしちゃうけど、まあコインで物くれるよねっていう人ですよね。色今売れるものがない。了解した。何もない。ここ HP みたいなマークあるけど、なんだろう、ハートみたいなマーク、何か違いがあるんだろうけど。これだよね。いや、これかなり強い。ただ近接系の装備とすごく相性がいい。そっか、これ出るものが上のやつで違うんだ。なるほど。このローブみたいなのは何だろう。ローブみたいな、これはこれはお金かな。前こっち行ったらボスだったような気がするけど、あのボスって強制か、死ぬために強制なのかな。最初のチュートリアルも兼ねてる感じかな。あのマークは宝箱じゃ。敵に攻撃されてその敵を自動的にロックオンし、短い間、短い時後で、時後って書いてある、ジンバの矢に撃たれるわけ。乱射。ジンバの矢が敵に命中すると、その周囲に再び矢がいる。なあ、リベンジャーで。リベンジャーで。レジェンド系ね。これ、いっぱい詰めそうだね。あ、このマークはボスかな。あ、違った。全然違った。難しい場所とかトラップがある場所って意味かな。イエーイ。これはさすがにボスでしょ、形状的に。フランチェコ。とりあえず遠距離攻撃してくるゴブリン嫌なので早めに倒したい。ちょっと手加減しない、そういうの。手加減した方がいいと思う俺。良くないと思う、そういうの。あんま良くないかな、そういうの。手加減しようよ。良くないと思います、そういうの。遠距離攻撃あるからなんとかなるにはなるんだけど。あとお前、火のダメージ入るよね、入るよね。ならばよし。許す。許す。このダメージもっと詰めるようになったりとかするかな。おお、危ない危ない。ゴブリン召喚しやがって。わお、やばい。パンパン。ね、ケンタウロスの矢の攻撃でダメージをもっと与えたいんだけど、あんまり余裕ない。炎ダメージいいよね、持続。回転攻撃でミスったけど、よし、いける。倒した。遠距離攻撃最高。おお失礼、取り乱しました。スプリングアロー。反対された矢は敵に命中すると2回飛び跳ねる。おお、爆弾の矢。遠距離攻撃形態に変化し、遠距離攻撃形態に変化し、コムの3大ゲーム爆撃シュートに変化する。オッケー、ブレザー。前に向かって同時に3本の矢を放つ。よし、これにしよう。あ、これ、でもその分攻撃が弱くなるとかないっすよね。あっちにしよう。飛び跳ねる方。設計図かな。取得、魔法ラケットの設計図。オッケー。このマークが、おお。回復。固定で、なるほど。二の部屋。
あ、飛び跳ねるのいい。飛び跳ねるのすごくいい。敵が近くにいたら敵の方にちゃんと行ってる感じがする。うん、そうだね、敵がいる方にちゃんと行ってる。すごく強力。これも近接いらなくなっちゃった。今回の周、今回の周回近接いらない。これは女性みたいなマークの顔があったけど、この周回いらないな。近接弓特化でいいんじゃない。もう、あ、強力なやつがいるんだ。あれ反射してきた、あの盾。よし、あとは待つだけ。あ、ごめん、あれトラップだったのか。さっきビームみたいなの来たのは反射だと思ったけど、後ろから来てたんだ。勘違いした。きるね、あの盾を攻撃した影響でビームみたいなの飛んできたと思ったら、あのスイッチみたいなの踏んで後ろから攻撃来てたんだ。全然違った思ったのと。やっちまったな。あ、お前ここなんだ。お前何なんだ。隕石の灰を見つけたかしたら、石のかけらと同じサイズのちっちゃいものだよ。見た目では普通の石とは違うけど。うん、面白いの作ってくれる。石のかけら、ああ、あれか、持ってないですね。これね。なるほど。あ、初期装備を別のにできるんだ。仮ロングソード。仮？これ、攻撃とかが違うのかな？深いの弓。なるほど、なるほど。魔法ラケット、これさっき見つけたやつよね。これ多分ステージ中に出るものかな？あ、B がでもないから B かも。おお。戦ったやつですね。マンスリーの図鑑。会う回数に、ね、エアガーデン。敵ですね。まだ見つけてないやつらが何とか言いますね。ボスもう一体いそう。ここ多分ボスだよね、この下の。ケーキあるんだけど、スケラさん、ケーキいらない感じ。なおかく祝福、ランダムに持っている祝福のレベル1段階上昇する。これ強そう。魔覚結構出てたもんね。金銭の祝福のレベル1段階上がるたび。これとこれすごくコンボになるね。ランダム持ってると祝福のレベル1つ上昇する。これ祝福のレベル近接性のだけど、接近専用の剣のだよね。上がるために HP の最大値 20%、ごめん、2% 上昇があるから。魔物の必殺技が今ないかな。これもだよね。魔覚を1つ持つたびダメージが 10% 増加する。非常に強力。のレベル1段階。接近性の祝福のレベル 10% 確率で1段階上がる。これよくわからないんだよね。1% は、10% 確率で上がるって入手した時にってこと？ダメージを受けるために攻撃力が 1% 上限 100% 増加する。これも強力だね。接近戦の防撃率が 8% 増加する。多分致命の一撃というかクリティカルチャンス、始まりの時に一つの装置がアンロックされ、これ取っておこう。装置出てないもんね。アンロック系まだある。始まりの時にお金を40、始まりの時に50、取得した魔物の結晶数は 5% 増加する。さっきから取ったやつね。取得した隕石の数は 1個増加する。これ、あの、本当だったら、この、これ 1% とか増加する系、これ多分序盤で私取っちゃいますね。あの、実際にプレイする場合は。今回は、あの、テストプレイということもあるので、ちょっと長めにプレイできるように HP のアップとかを優先して取っちゃいましょう。手に入るたび HP を2回復する。2は少ないかな。あとはどれだった？これかな？これが良さげなんだけど、こんな感じで。じゃあ、ラストでもう一回だけ周回したいと思います。だいたい要素とか見えましたしね。これはでも、デモ版の時点でもアンロックとかいろいろできるから楽しそうですね。あ、やっぱりそうか。装置。こんな感じ。使うとでもアンロックじゃない、ごめん。クールダウンタイムがあるわけだ。影分身。接近攻撃のダメージが増加する。ロックオンした位置に、影分身を生成して共に攻撃させる。お、いいね。武器のダメージを増加する。10。影分身エピック。影パルス。影の力を体にまとい、自身と影分身は同時に一定時間ごとに周囲に斬撃を放つ。どういうこと？こちらはなんとなくわかるから。
こちらにしてみよう。一定時間ごとにまた自動で合意してくる系。ああ、そうだね。この周囲にダメージを与える系だね。こんな感じ。ケンタウロスの先ほどまで持ってた弓の矢と同じ。これね、すごく欲しいんだけど、さっきまであったやつ。別にしとくか。遠距離軍のダメージを増加する。録音した位置に影分子を生成して、共に攻撃させる。こちらにしとこう、近接。さっき遠距離でやったからね。OK。通常攻撃そのままだけど、ちょっと攻撃方法が変わる。これ、G だからお金か。こんな感じか。強いですね。影分身どうやってキャンセルするの？あ、これ強いわ。ただ一定時間その場から動かない。ボス戦とかですごく強そう。これ要は出した後、召喚した後、変なところで剣振ってれば敵攻撃してくれるわけだから、遠距離攻撃ちゃんとしっかり今作強いんだけど、その分リスキー。敵の攻撃も結構早くて必ず逃げするわけではないから、よくできてますね。クローバーなんだろう、さっき入ったことがあるような気がするけど、クローバー運によって運に左右されるようなところってこと。少しカクつく時があるけど、あれかな、多分最適化不足かな。たまにね、ちょっと FPS ドロップしてるかなっていう感じがあるんですよ。特に重い感じではないんだけど、作品自体が。だから特に敵が多いとか攻撃たくさん来てるとかっていう理由で遅くなってる感じではない。ただ遅くなってるって感じですね。クローバー、なんだろう。レベルが2になるのか。今持っているものの強化か。じゃあ、影分身の方で。こちら側の方がいいですね。あちらは、さっき言って見つけられなかったのこっちだったっけ？こっちだよね。これ、強力な敵がいるっていうことかな、そういえば。あ、触るとダメなのか。アルパカだね。非常にアルパカだね。あ、やっぱり強力な敵いるんだ。よっしゃ。ドロシー。おっと、人生の匂いがする。うん、オッケー。ああ、ピックだけど警戒。近接軍ダメージが増加し、乾きによる追加のダメージを与え、そうする HP が多ければ多いほどダメージは高くなる。あー、なるほどなるほど。こちらの HP が下がれば下がるほど入手できる HP が上がるんだ。受けたダメージが合計 HP の 10% になると、周囲の敵に乾きによる追加のダメージを含むダメージを与える。浄化の Q を召喚し敵にダメージを与え、乾きによる追加ダメージを与える。浄化の Q なんだこれ。あ、こういうこと。あ、これは面白いな。なかなかの面白い攻撃。ちゃんと遠距離と近距離のバランスも取れてる感じがするな、本作。そういえば敵の攻撃痛いので遠距離攻撃の方が私はよく使っていますが、これ先ほどの押すとトラップ発動するトラップだよね。なんかなんやかんやで、その遠距離攻撃こんな感じで、特定の装備すごく強いから、能力すごく強いから、影分身のダメージが増加する。影分身の持続時間が増加する。あれ増加されてもちょっと困るかな。これでこっちかな。時計みたいなマーク全部ちょっと後で書いとかないと把握できないな俺。あ、多い。部屋の種類、思ったよりも。当然だけど影による攻撃は通常攻撃よりは弱いんだね、ダメージ量。おっとっとっと、あ、これがクリスタルなのか。これ優先的に拾った方がいいね。じゃあこちら。おっと、びっくり。なんだこれ。影分身の無敵時間あるから有効活用しよう。なるほど。地獄かな。部屋などのアイデアもいいですね。
あれ、操作性も非常にいいし、よくできている作品だと思いますね。できる？ここに。あ、できれば中央で影分身使いたいところ。そういえばこれ使ってないんだった、忘れたわ。あれ、真横に影分身いるからすごくご利用しできる、いいと思います。こんな感じですごいボコボコにできるんですよ。影分身強い、やっぱりボス戦で強いだろうなって思ったけど、投げるレンチ、あ、いらない。高速回避、武器を強化し敵を打撃して3秒以内に移動速度倍加する、これぐらいでいいかな。いよいよ魔法のコア効果発動できるようになる。あー、どうしようかな。長押しって書いてるけど通常押しなんだよね。上下に上昇、うーん、どけ打て、ダメージ増する。あー、火属性になるですね。で、これ。ないよりはマシかな。で、回復。あ、あれ、ランダムでレベル上がるってやつだね。周りの弾が上がってる。これ、影分身の矢も火属性追加されるんだ。されるんだ。強いな。影分身強いな。これ先ほど使ってたケンタウロスのやつも普通に強かったし、能力強いですね非常に強い。これデモ版そのままなんだろう、本編に引き継げないのかな。この作品いつ発売かな、すごく欲しいんだけど楽しいですねやってて。あの難易度はこういうローグライクのアクションとして緩めなんですよ。緩めだけど楽しいですね。とにかくやっぱり操作とか楽しいし、ランダムな要素も面白いですし、アンロック要素もあるから、個人的にはすごく好みなタイプのローグライクアクション、緩めだね。当然逆にあの硬派なローグライクアクションとかが好きな方には少し物足りない可能性はあるかもしれないですね。そした周りにくるくる回ってる球がね、結構なダメージを与えてくれる。お金もあるか、そのお金がもらえるんだよね。やっか、こちらへ。何売ってるかな、お前かわいいな。レーザーボール、回転しながらビームを放つボール。まさかこんなにちっちゃい隕石の破片に今度放射線が、これまでとは結局ビームを放せる、うん、バネゴロゴロ。今使ってるやつだね、バネ。レーザーボール、これ使ってみようか。これしますか、はい、これか。あ、これ使える、これ強いぞ、気に入った。強い。あ、これ攻撃した後そういえば速くなるっていう効果あったな。なんか急にキャラクター速くなったなと思って。わお。あれ、あそこに影分身置いといたから、あとはただ攻撃するだけ。強いですね、影分身。この矢ともやっぱり相性すごく良くて。お金、こっち。これあれかな、ただ現在強化できる項目少ないですよ。ここら辺で強化できる項目あれだけですけど、デモ版だとね。あれ、本編の方正式リリースではもうちょっと強化できるのかなという気もします。ただあれ以上強化できると強すぎなりすぎるのではないかなという気もしますね。ゲームのボリュームにももちろんよるのですが。あ、そろそろ死んでしまいそう。おっと、なんだこのファーマーみたいなゴブリンは。ファーマーっぽい形状してるゴブリン。
OK。 チュ、あ、押しちゃうと死んじゃう。うん、困ったな。あ、やっちゃった、やらかしてしまった。この主人公回収するロボ何だったっけかな、なんかどっかで見たような覚えが。例えば隕石は結局入手できなかったね。もう少し先の方へ進まないとダメだったのかな。まあこんな感じでいろいろとアンロックできますが、うん、これは本編リリースが楽しみですね。さてといったところで今回の配信終了したいと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。いやー面白いですね。緩めのローグライクアクションとなっていますが、アンロックできる項目というか、あのメタプログレクション、こういう進行要素が結構あるのもいいですし、ちゃんとアンロック要素、これ武器とかのアンロック要素がある、設計図を入手しないとダメのようですが、アンロック要素もありますし、あ、これそういえばそうだね、あの途中に出てる B で使うクールダウンタイムありの能力のようだね。まだ他にもキャラクター来そうだし、こちらに行けそうなんですよね。でケーキも何使うのかちょっとわからないし、あれケーキ食べたいって言ってたからこの子にあげると何かあるんだろうね、きっと。でアンロック要素もっと増えるのかもしれないです、こういうスキルツリーね。ただスキルツリー現在の感じだと増えるっていうよりは、これ例えば強化できる回数が3とかじゃないですか、もっと回数強化できるようになるかもしれないぐらいでしょうか。現状だとすぐカンストしてしまいますからね。そういう作品もあるから、そういう調整されてるっていう可能性ももちろんありますけど、じゃないと主人公は強くなりすぎてしまう場合とかですね。この場合は少しボリューム的には少ないのかもしれない。プログレッション的には。可能性はありますね。アクションは先ほども言ったようにちょっと緩めなのですが、爽快感もあるし、気軽に手出せる。一周もそれほど長くはない感じなので、とっつきやすい、プレイしやすい作品ですね。キャラクター可愛いですしね。あとは日本語翻訳がちょっとおかしいので、そこら辺だけ直していただければもっと没入感があるかなとは思います。特に、気になった点はないですかね。日本語ぐらいだろうか。ああ、現在デモ版でたまにカクついているというぐらいでしょう。カクつくっていうか FPS の低下が感じられる。特に理由がわからないんですよね。特に何もないところでなっているので、謎です。逆に敵がいっぱい出てるところでも出ていないので、単純にデモ版による最適化不足か、もしかしたら私の環境という可能性もあります。ただオプションでこんな感じで、画質設定できるので、こんな感じでね。すぐ変更可能なので、ペンして保存して戻る。こんな感じ。こんな感じでね。すごいジャギジャギになったんだけど、多分、こうとか中でも普通に綺麗。こんな感じになりますね。少しジャギがやっぱり見えますね、これだと。ゴブリンこんな感じ。で、今カット進級っていう最高のやつにしていたのですが、こんな感じになります。ほとんどジャギがない。普通な感じになりますね。それでちゃんと重くなっていて、角ついているのか、最適化不足なのかという気はしますね。そこまで画質がいいわけではないので、いや、バカにしてるわけではありません。すごく重い作品もあるので、それらと比べて画質がいいわけではないので、単純に最適化不足という可能性はありますね。何か特殊なフィルターかけてるとかかな。アンチエイリアスがすごくかかっている？もしかしたら。その可能性もありますね。ただ、やはり先ほど言ったように、低画質でもプレイ可能なので、こうね、これでもプレイ可能なので、スペックの低い方でも問題なくプレイできるのではないでしょう。こんな感じになりますけどね。ちょっとジャギジャギになってたり、影の表現がなくなったりとかします。この状態から、こちらまで変えると、わかりやすいですよね。こんな感じで。ちなみに実際の画面は皆さんが見ている、今調整してあるからちょうどいいぐらいか。本当はちょっと暗めなんですよ。この状態だと。今皆さんが YouTube で見てくれている方には、そのぐらいの画質になっています。ちょっとね、私の設定で、皆さんが見ている画面を少し明るくしているんですが、実際には私が見ているのと同じぐらいになるように調整してあります。YouTube に載せると暗くなっちゃうからね。と、こんな感じになっています。苦手テール。今後発売が楽しみな作品ですね。発売されたらぜひともプレイしたいところです。本編の方ね。
といったところで終了したいと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。コメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。ライブ配信などの情報は Twitter の方に流しているので、ぜひチェックしてみてください。もしよければ高評価の方もよろしくお願いいたします。動画下記の概要欄の方に今作のストアページや私の Twitter へのリンクなどを貼らせていただいているので、気軽にフォローください。ではまた次のゲームでお会いしましょう。ホビドワでした。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。